2012年にはカラーガード隊リリー・エンゼルスが加わりました。華やかな演奏演技を通じて防火防災救急と消防各分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。名古屋市の主催する各種イベントはもとより、市内各地域団体の行事にも演奏出場し、小学校や幼稚園、保育園の防火、防災教育も行っており、市民から身近な音楽隊として親しまれています。指揮は渡辺隊長です。さて、演技の前にお願いがあります。写真撮影およびビデオ撮影は演奏演技の妨げや他のお客様のご迷惑とならないようによろしくお願いいたします。では1曲目、ビルボードをお送りします。アメリカのオハイオ州で生まれた作曲家ジョン・エン・クロール氏はトロンボーン奏者として各地のバンドで演奏活動し、その間に数多くのマーチを作曲しました。今日はその中からビルボードをお送りします。この曲は芸能雑誌ビルボードのために作曲されたそうです。リリー・エンゼルスの演技も合わせてお楽しみください。1959年ニューヨークのブロードウェイにおいて第二次世界大戦の苦しい最中にあってこよなく歌を愛した自伝、歌うトラップ一家の愛と感動のドラマミュージカル、サウンドオブミュージックにおいて紹介された曲です。1969年にも20世紀フォックス映画のサウンドオブミュージックでジュリー・アンドリュースと子供たちの歌唱が音楽の魅力と爽やかさを十分に出し人々の心を捉えました。日本では歌手のペギー葉山さんがミュージカルで感動を受け、この曲に詞をつけ紹介しました。それではドレミの歌お聴きください。